難波からメールが返ってきたよ。桐生さんたちは無事に帰国できたってさ。一旦偉人町の俺の部屋で休んでてもらうみてえだ。よかったです。じゃあ桐生さんの方はひとまず安心ですね。へえ、しかし参ったな。茜さんがラニを守ろうとしてるって分かったまではいい。問題はそっからの足取りだ。ええ、パレカナが血眼になって探しているのに、どこでどうやって身を隠せているのか。そもそも茜さんたちは今も本当に無事でいるのか。ちーちゃん、動画チャンネルの方にはなんか反応は？いや、まだ来てないね。やっぱり年寄りは動画なんて見ねえのかな。これ見たら茜さんきっとメッセージくれると思うんですけどね。今私の方でもネットに拡散してるんです。友達に頼んだりして。ハワイに限って言えばそれなりの人に見られているはずです。それなりの人ってどのくらい見られてんだ？再生回数は5万を超えました。え、なんだよ、すげえだろ。それって上出来じゃねえか。おお、大したもんだ。え、じゃあなんか裏技でも使ったのか？まあネットで AI に何回もつぶやかせたりはしてますけど、やっぱり春日さんの動画が楽しいからですよ。なあ、動画ってのは人に見られたらその分金が入ってくんだろ。そこそこ再生されたってんなら結構稼げたんじゃねえか。甘いな。そもそも収益化するのにも条件があるの。チャンネルの登録者数だったり累計の再生数だったりね。このチャンネルはその条件をまだ全然クリアしてないよ。なるほど、そう簡単なものじゃねえわけだ。ちーちゃんもその手の話ずいぶん詳しいんだな。そう、一番たちが知らなすぎなんだよ。言われちまったな。で、この先どうするよ。茜さんを探すあては？茜さんの所在さえつかめれば大道寺の支援は受けられそうです。特別便でハワイから脱出させる許可を取りました。もちろんラニという娘も一緒に。そいつはありがてんだけどよ、俺はいまいちあんたら大道寺一派ってのを信用していいのかわからねえ。そのお気持ちはごもっともです。私でさえなぜ一派が茜さんを保護したいのかはっきりしませんからね。ただし、あ、ハワイ中で狙われる茜さんを安全に連れ出すのはあなた方だけでは不可能でしょう。海を越えるには我々の力が必要になる。違いますか？ああ、そいつは認めるよ。けどそれもまず茜さんを見つけないことにはな。私がパレカナから知らされた情報では、ばあさんたちが最後に確認された場所はナイトスクエアだ。ばあさんって言うんじゃねえ、茜さんだ。ナイトスクエアっていうと病たちの縄張りですよね。病とは手打ちになったってのにまたあそこに行けってのか。揉め事にならなきゃいいが、だいたいその目撃情報っていつのだ？二人が逃げ出したその日だ。もう半月ほど前になる。そんな前の情報当てになるのかな。聞く気がないなら結構だ。ただあそこは病のおかげでパレカナの目が比較的届きにくい。なるほど、病はブライスの傘下に下っていませんからね。長いことばあさんたちが見つからないというなら有望な潜伏場所だろう。もちろんまだ無事でいるならという前提でだ。どうする、春日？養護施設はもう当たったし他に当てもねえ。ねえ、ナイトスクエア行ってみようぜ。まずはこの前の堀市のおばちゃんとこ行くか。情報通だって話だったよな。またあそこに行くのか。そう言うな、
前も言ったろ、現場百遍ってやつだよ。へいへい。だがさすがに今日はもうやめとくか。だな、明日に備えて今日は休もうぜ。ああ、言うまでもねえけど俺らはもうだいぶ面が割れてる。ブライスが糸引いてる以上、ハワイにいる間は一瞬も油断できねえぞ。だな、俺らが隙見せたらきっと連中は問答無用で襲ってくる。じゃあ私たちもこれまで以上に力合わせないとね。金は持てるね。戦闘準備完了。任せといて。俺の番だ。受けてみな。俺の番だな。あいつ。また強くなっちまった。へへ、いっぱいやりたい気分だぜ。What are you looking at? I'll take your life. おっしゃ、行くぜ。全力で行くよ。よっ、よし、やるぜ。ガツンと行くぜ。よし。
いつでもどうぞ。エンドだぞ。よっしゃ、行くか。Give me your best shot。こうねえのか。任せといて。腰抜けやろうが。俺の番だ。俺の番だな。動物しろよ。次ガシに次。いい調子だね。俺もまだ若いね。Take your life. さあ、行きますか。任せといて。いつでもいいぞ。このラウンドは覚悟。せい、はい、やっ。かかってきな。よし、やるぜ。受けてみな。よし。You're done for. You're dead. See ya, Orda. You're gonna run away. I just got it. 全力で行くよ。せい。はっ。少年バタラ。奪われちまった。こういうことがあるなら、え？ATM に金預けておいても。いらっしゃい。ありがとう。ありがとう。なかなかいいセンスじゃねえか。Your next cutting board. さあ、でやりますか。よし。やんのかい。ビビってんのか。やっ。はな。はな。俺の番だな。何？来ない。もらった。よし、やるぜ。Hey!
と行くぜ。調子が出てきたな。全力で行くよ。俺の番だ。よし。任せといて。攻めるんだ。ゼリア。ティッ。アミア。あまよ。はい、勝ちました。勝利。お。お。お。アロハ。ありがとうございます。这可不是你能干的。I'll sue you。準備はできてるぜ。よし。決めに行くよ。うっしゃ。踊ってくださる？喜んで。ガンガン行くぜ。私も。よし。攻める気だ。はい、ここまで勘弁して。調子だぜ。いっぱいやりたい気分だぜ。もっといける。みなぎってきたぜ。聞いてきた。コツつかめたんじゃねえか。戦闘準備完了。私の出番ね。覚悟。よし、やるぜ。ビビってんのか。受けてみな。俺の番だな。Say your prayers。調子が出たぞ。ここまで勘弁してやるよ。よし、上昇上昇。ん？
Thanks very much. ちょうどストレス溜まってたね。やるのかこの野郎。よし。はあ。うん、2人がかりだ。なんだ、うん、せい、うん、おいいね。よし、調子が出てきたな。全力でいくよ。アロハ。さあ、行きますか。私の出番ね。セイヤ。俺の番だ。いつでもどうぞ。俺の番だな。いつでもいいぜ。行くぜ。攻める気だ。よし。よっ。はい。よし。出てきたな。ぜひ行こう。調子だぜ。へい。你是正脸，看着就来气。你是正脸。さあ、行きますか。よし。はあ。はっ。せいや。よし、やるぜ。小動手吧。ガツンと行くぜ。俺の番だな。全力で行くよ。ぶちかます。よし。調子が出てきたな。
次行こう。ありがとう。吸収が早いですね。これがまた強くなっちまった。私の出番ね。この調子で勝つとまた成長しちゃった。これが俺の真骨頂よ。俺もまだ若いね。I'll take your life. さあ、やりますか。よし。覚悟。俺の番だな。いつでもどうぞ。You're done for. 調子が出てきたな。私の出番ね。吸収が早いのよね。私の出番ね。
調子が出てきたな。よし、覚悟、一息つきましょう。ちょっと休憩。ありがとうよ。ああ、失敗すぎた。なんとかやっか。おお、相手してあげる。攻める気だ。ここまで運命の終わりを掴めたんじゃねえか。また成長しちゃった。また強くなっちまった。いっぱいやりたい。いらっしゃい。またこ。いけるじゃん。
アロハ。はい。ハロー。アロハ。開けてみるか。開いたぜ。準備はできてるぜ。よし。ほら来いよ。はあ。はっ。よし、やるぜ。相手してあげる。受けてみな。俺の番だな。クラクラするぜ。よし。攻める気だ。私の出番ね。セリア。ああ。よし。やろよと。これが俺の真骨頂よ。Aloha! Thank you very much. Aloha! Thank you very much.Aloha! Thank you very much. Don't think you can run. よっしゃ、行くぜ。よし。決めに行くよ。おおよ。踊ってくださる？喜んで。ぶちかます。俺の番だな。だめ。行って。次は俺だ。ほら来いよ。ズリア。よっ。よし、吸収が早いのよね。誰が最強か教えてやろう。Really pissing me off。さっさと始めようぜ。よし。ガツンと行くぜ。
番だな。相手してあげる。もらった。私の出番ね。ぶちかます。次行こう。じゃあな。さあ、行きますか。よし。覚悟。ハッセイ。ハッ。ガンガン行くぜ。受けてみな。俺の番だな。あれやるぞ。うっしゃ。ぼっとしてっと。怪我するぜ。私の出番ね。はぁ、ぶちかま。調子がいいぜ。よし。ビビってんのか。何かねえだ。こうねえのか。たまな。せい。いくか。腰抜けろ。ガンガン行くぜ。行くぜ行くぜ。はい、勝ちました。いい調子だぜ。また強くなっちまった。俺もまだ若いね。早速ブライスの兵隊が襲ってきやがったな。バラクーダも頑丈もいいように使われてるみてえだ。なんだか私たちハワイ中を敵に回しちゃったみたいだね。ハロー。 What are you staring at? You're next on the cutting board. さあ、でやりますか。よし。ぶちかます。当たりがかりだ。おらびゃ。よし。うらっ。来ない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 。来
けてくれ。俺の番だな。おっ、うわっ、やった、勝利勝利、コツつかめたんじゃねえか。また成長しちゃった。よっしゃ、行くぜ。私の出番ね。ってガンガン行くぜ。ほら来い、いつでもどうぞ。ほら、よし、おっ、私の出番ね。ここまで。いい調子だぜ。どれにすっかな。さあ、行きますか。よし、よっ、はっ、ガンガン行くぜ。俺もやれるぜ。関係だな。俺の番だな。腰抜き野郎が。これ、なんでかな。ほら、来いよ。次は俺だ。黙らせてやる。ちょっと待って。ぶちかまっ。よし、私の出番ね。一杯やりたい気分だぜ。抑えろに。戦闘準備完了。私の出番ね。
俺の番だな。いつでもどう。次は俺だ。よし。やりますか。私の出番ね。うそ。覚悟。ビビってんのか。ガンガン行くぜ。いつでもどうぞ。ガツンと行くぜ。吸収が早いのにね。これが俺の真骨頂よ。Welcome。Thank you.開けてみるか。やったぜ。Aloha. Thank you for.Aloha! Thank you! Hello! これだな。うまく取れたぜ。 Aloha!
Thank you very much. Today is going to be a blast. What's good around here? Come on. Aloha. What? This works too. Hello. Konnichiwa. Aloha! Thank you! What is this? What break? This one too. Thank you. Aloha. Thank you for stopping. Our reservation might be soon. Take a break. Aloha. Thank you for stopping.
place is so big. You might need to stay another day. This might be the best vacation ever. Take a walk. Take a walk, asshole. Hello. Oh, hi. Welcome! Thank you. Your face pisses me off. Yeah, no, sir. 私の出番ね。俺の番だな。次は俺だ。黙らせてやる。よし。せいや。それだ。ガンガン行くぜ。よし。さてと。行くか。私の出番ね。はっ。ぶちかます。Your peepers!俺の番だな。どりゃ。ならよっと。こっちだ。勝利勝利。アロハ。Welcome. Thank you. Welcome.
Thank you. Na. What are you staring at? Akane-san wa... Hey now. Kakatte kiyare. Yoshi.俺もやれるぜ。二人がかりだ。おりゃ。よし。やんのかい。お。いや。いくか。ビビってんのか。黙らせてやる。おちゃけろ。私の出番ね。やっ、はっ、腰抜き野郎がぶちかます。俺の番だな。じゃ勝負しろよ。あいつ出しました。いい調子だぜ。ガンつけてるね。抑えろに。さっさと始めようぜ。よし。やっ、うっ、うん、ガンガン行くぜ。あーや、俺の番だな。おお、うっ、かかおう。おお、なんともできないのか。腰抜き野郎がカマキ。乗るんじゃない。行くか。いつでもどうぞ。ズリア。ああ、私の出番ね。はっ、はい、ぶちかます。勘弁してくれよ。よし、やっ、スピアーでしょ。この調子で勝利、勝利、勝利。さあ行きますか。私の出番ね。はあ、ほら、ガンガン行くぜ。いつでもどうぞ。うそ、受けてみな。俺の番だな。ズリア！全力で行くよ。この調子で勝っていきましょう。調子だぜ。上昇、上昇。What's with the side act? Bring it on! かかってきやれ。私の出番ね。やんのかい。わかってみな。せいや。よし。ぶちかます。行くか。ほら来いよ。来ないよ。黙らせてやる。
What? You chicken? なんだこれ。よし。決めに行くよ。オッケー。踊ってくださる？喜んで。一緒にやる。俺の番だな。あれやるぞ。おうよ。ぼっとしてっと。怪我するぜ。よし、戻った。全力で行くよ。次は俺だ。相手してあげる。腰抜け野郎だ。ズリア。ダッド。カットイン。敵なしだな。さっさと始めようぜ。よし。はあ。ぶちかます。コンテスト。何？ガッツンと行くぜ。俺の番だな。こう見るのか。止まらねえ。次は俺だ。どうよ。ほら来いよ。任せといて。セイク。尋常じゃねえな。次行け。俺もまだ若いね。私の出番ね。いつでもいいぜ。はあ。せい。ほら、ガンガン行くぜ。受けてみろ。俺の番だな。よし。ぶちかます。よし。勝利。コツつかめたんじゃねえか。また強くなっちまった。上昇。おい、またパレカナの奴らだ。こんなんじゃ茜さんたち探してるどころじゃねえぞ。たく、病の縄張りなんてお構いなしかい。しゃあねえ、やるしかねえか。 Don't think you can run。やんのかこの野郎。私の出番ね。ビビってんのか。
覚悟。また成長しちゃった。これで終わりか。いや、まだだぜ。まだこんなヤバそうなのが残ってたのか。どうする、一旦引くか。いや、俺たちは桐生さんに後を託されてんだ。こんなとこで逃げてちゃ笑われちまうよ。とはいえ長期戦になるのもきつそうだ。一撃で決めるぞ。みんな、俺に残りの力貸してくれるか。何くちゃべってんだ。全員ぶっ殺してやるぜ。俺たちの絆の力見せてやろうぜ。しびるんじゃねえぞ。戦闘準備完了。何？ほら来いよ。来ない。俺たちの絆見せてやるよ。ぶっ飛べ。相手してあげる。全力で行くよ。ぶっ殺してやるよ。ビビってんのか。覚悟。よし。ガンガン行くぜ。調子がいいぜ。かかってきな。もらった。どうした？攻め時だ。よし。黙らせてやる。負け。ラ。いつでもどうぞ。せい。任せといて。はっ。せいや。ぶちかま。ご苦労さん。次ここらで吸収してやるよ。だな。吸収が早いのよね。これが俺の真骨頂よ。一歩。よし、これで全部か。あんたら、店前で何やってんだい。え？あ、おばちゃん。ここで何してんだ。病とはもう話したんだろう。今回はまた別件なんす。実はおばちゃんに用があって。私にゃあんたらに用はないよ。そう言わんでください。実は人を探してんです。おばちゃん知らねえかなって。半月くらい前、
この二人がここいらにいたって話で。それこそ病に聞いたらいいじゃないか。病も二人を探してるんですけど、見つけらんねえみたいなんです。悪いけど見たことないね。用が済んだんならまた騒ぎ起こす前にとっとと出てくんだね。剣もホロロだな。おばちゃんでも茜さんたちを知らねえか。こりゃ空振りかもな。まだ来たばっかりでしょ。現場百遍。いいぞ千歳、お前はデカに向いてる。じゃあとりあえずもう少し聞き回ってみるが、茜さんとらにはきっとここに来てたんだ。誰か声をかけたりしてたかもしれねえ。お、古着屋があるぜ。あのジャケットかっこいい。アロハ。Thank you. Aloha. Thank you. あるぜ。お、古着屋があるぜ。あのジャケットかっこいいな。足立さん、アメカジとか好きそうだな。昔戦闘機のパ、同じじゃ。よっしゃ。おう、ありがとうよ。おう、ありがとうよ。さあ行きますか。私の出番ね。お、
そこの角曲がると、そこ、うん、そこの辺か、あ、ありがとうよ。ちょっときついかな。またブライスの手下？まったくキリがねえな。何にせよ俺ら人目を引きすぎるみてえだ。これじゃもし茜さんを見つけたって動きが取れなくなるぜ。確かに荒瀬さんの言う通りだけどよ、その前にここをどうやって切り抜けるかだろう。おお、踊れだ。人んちの庭で何やってるんじゃボケ。ありゃ病の子分だよな。ここは病の島じゃ。早出てかんとぶち殺す。あいつ、短歌切るのだけは声でかくていいよな。やばい。出て行けっつっただろう。キリュウはどうした？まさか死んでねえだろうな。日本に戻ってもらってる。ちょっとでも負担減らしてからよ。そうか。あんた今桐生さんのこと心配してたの。お前はユーモアのセンスがあるな。No, come on! もしかして助けてくれるの？え、嘘。ちょっとマジか。こいつは面白くなってきたじゃねえか。親父、このクソどもの弾、わしがお望みの数だけ取っております。口だけだったら分かってんだろうな。へっ、おっしゃ、俺らも負けてらんねえな。行くぞ。楽にファン欲しいや。さあ、手やりますか。俺の島で暴れたんだ。覚悟ができてんだぞ。アキチは。おら！よし。楽しませる。あと、ジャンプだよ。ジャンに勝ち。頑張ろう。あ、まこうだよ。
ガンガン行くぜ。受けてみな。俺の番だな。いつでもいいぜ。いつでもどうぞ。カモン。来ば。かかった。あと準備しろよ。カシマ。やんのかい。レッツゴー。もらった。助かったぜ。うるせえ。お前のためにやったんじゃねえ。腰抜け野郎が。せっ。ダダ。もう。終わらせる。ガツンと行け。ああ、全部しろよ。ありがとう。ありがとうよ。よし。いつでもどうぞ。Come on, I'm gonna put the hurt on you. Ikuze. Yeah. Toshine. Akichimotta yo. Ikka. Go.につくと頼もしいわね。腰抜き野郎が。覚悟。ぶちかます。相手してあげる。かかってきな。そら。よし、楽しませろ。Screw you。何？来ない。あ、hurry up and go。俺来い。Come get them。受けてみな。俺の番だな。もう終わりか。相手してあげる。Let's go。やんのかい。もらった。お、どんごどどどんごどんだらだんだら。うあ。ぶっ潰してやる。何も。来ない。うん。Let's go。ほら来いよ。いつでもどうぞ。ほら。危ねえ。腰の野郎が。死ぬ俺だ。
へばってんじゃねえ。見てんのか。ズリア。飽きちまったよ。何？来ない。ふん。とっとと終わらせる。はあ、一息つきましょう。よっと。さあ行くぜ。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。パリッと行きました。行くぜ。あら、行くぜ行くぜ。ふん。おいやおお、調子いいね。ぶっ潰してやる。任せといて。もうビビってるな。いくか。黙らせてやる。ぶちかまっ。いつでも向こうここまで勘弁してやるよ。だな、コツつかめた。よし、上昇。また成長しちゃった。また強くなっちまった。俺もまだは。助かったぜ、ヤマイ。俺の島で勝手しやがるバカにけじめつけただけだ。てめえらとは手打ちにしたはずだ。さっさと出て行け。待ってくれ、ヤマイ。実はよ、俺はあんたにも話があるんだ。ああ、カスガ。うん。俺らはご覧の通りブライスに目つけられててよ、バラクーダからもガンジョーからも狙われて、まあ大ピンチだ。でもアカネさんとラニオ連中よりも早く探し出さなきゃいけねえ。そりゃ大変だ。だから一人でも多く仲間が必要なんだ。あんたが手貸してくれるとすげえ心強い。どうだい。ああ おい春日、こいつはついこの前まで茜さんを狙ってた側だぞ。でもブライスが茜さんを狙う理由を知って手引いた。そもそも私たちを殺そうとしてなかった。それについてはもうけじめはついてる。それに病は桐生さんを守ってくれた。殺そうと思えば多分あん時できたのに、そうはしなかった。こいつはただのチンピラなんかじゃねえ。筋の通った極道だ。お褒めいただきありがとうよ。あいにくお前らのやってることに興味はねえ。せいぜい派手にやり合ってくれ。それでよそに隙ができりゃ、うちがおいしいところをかっさらえる。あんたがそんなケチな玉かよ。それともブライスを敵に回すのが怖いのかい。ちょっと一番だぞ。俺親父が誰にビビるってんじゃ。つまんねえ挑発だな。ユーモアのセンスがあるってのは撤回するよ。親父、言わせといていいんですか。てめえは黙ってろ。それに挑発に乗らねえとは言ってねえ。ああ、
もうバカ。後で文句言うからな。悪い。でも病の協力はやっぱり必要なんだ。さてと、じゃあ始めるか。俺もてめえにやられっぱなしは気に食わねえからな。ああ、行くぜ。全力で俺たちを潰しに来てるみたいだな。ここで蹴りつけようぜ。よし、やれ。やるか。どうした。やろう。いつ見てんのか。やるか。俺来い。覚悟。上がらねえ。あっ、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 
ガツンと行くぜ。ふん、なんとかやっか。あれやるぞ。うっしゃ、ぼっとしてっと怪我するぜ。思い通りにはいかない。ねえ、勝手なけ。楽しいな。よし、ひと息つきましょう。よっと、ありがとうよ。ぶちかます。受けてみな。行くぜ行くぜ。私の出番ね。覚悟。一息つきましょう。ちょっと休憩。ありがとうよ。次は俺だ。やらしの野郎が。逃がしゃしねえよ。いや、出た。これでどうだ。こんなとこでくたばってられっかよ。なあ、あ、俺たちの絆見せてやるよ。せいや、ぶっ飛べ。あっちって、くそ、上がらねえ。もらった。お、う、あ、う、お、う、お、あ。これで終わりだ。これからがいいとこだろうがよ。早く来いや。全力で行くよ。いつでもいいぜ。まだまだやろうぜ。よっと、ぶちかます。ビビってんのか。いつでもどう。粘ってんじゃねえよ。ほら来いよ。相手してあげる。ガツンと行くぜ。調子が出てきたな。なんとかやっか。おいさ、行くぜ。うっとうしいな。さてと、おら、こいつは痛えぞ。あっあっ、任せといて。参ります。
せよ大地よ、お恵みを。調子がいいぜ。おりゃ、よくぞ。よっしゃ、強すぎだろ。勝利。吸収が早いのよね。これが俺の真骨頂よ。やまい。改めて頼む。俺らに手貸してくれ。我を通したきゃ力ずくでってのがオタクの教育方針なんだろ。その作法には従ったつもりだぜ。チッ、お前らとつるむつもりはねえが、負けは負けだ。ばあさん見つけたらかくまうくらいはしてやろう。うちの島ならよそよりマシだろ。ばあさんじゃねえ、あかねさんだ。助かるぜ。よろしく頼む、山井。ってことだ。わかりやした。下の者にも伝えてきます。喧嘩に持ち込んだ方が山井が話を飲みやすいって踏んだのか。だからあんなしょうもねえ挑発を。ま、勝てればの話だったけどな。お前がそれを言うのかよ。ったく、あんた春日一番つったね。お、おばちゃん。ああ、何です？答えな。あんたは春日一番かい？ああ。なら話がある。ちょっとそこまで面かしな。ちょっとなんだよ急に。嫌なら無理にとは言わないよ。なんだトミー、あれってどういうことだ？俺にわかるわけねえだろ。でも断るわけにはいかないんじゃない？レディーからのお誘いよ。だな、それがマナってもんだ。アロハ。Thank you. アロハ。Thank you very much.Over here! おっしゃ、行くぜ。よし、セイコッコ、はい、うん、ぶちかます。あがって、よし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 、腰抜き野郎が。私の出番ね。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。Bring it。俺の番だな。What? You got a problem? 絶好調だ。
なあ。そうかい。お。え？こんにちは。
か。かかってきやがれ。私の出番ね。ぶちかます。私もやっ。よし、いくぜ。次は俺だ。よし、ガンガン行くぜ。次行こう。俺もまだ若いね。いい感じだな。さっさと始めようぜ。よし、覚悟。ぶちかます。おまけ、俺の番だな。おう、ほら来いよ。次は俺だ。私の出番ね。ガンガン行くぜ。よし、勝負しろよ。次行こう。次、いい調子だぜ。コツつかめたんじゃねえか。南国ってサボテンなイメージあったけど、この辺にはないな。もう少し離れたところに大きいのがあったよ。そういえばサボテンって IQ3 あるって知ってる？ IQ って頭の良さ的なあれか？え、サボテンって頭いいの？まあ実際には測れないし、ジョークっぽい話だけどね。会話できるとか言われたりして、他より賢そうな植物なのかも。へー、面白いもんだ。俺らも負けてらんねえな、ちいちゃん。そうだね。え、仲良し。また距離が縮まったな。おっしゃ、行くぜ。よし、覚悟。ぶちかます。行くぜ、みんな。俺たちの絆。行くぜ、行くぜ。調子が出てきたな。黙らせてやる。ダック、止め。全力で行くよ。やっ、ガンガン行くぜ。
ちがいいぜ。攻める気だ。任せといて。ここまで勘弁してやるよ。よし。さあ、行きますか。よし、はあ、よっ、また強くなっちゃった。よし。あ、スマホの充電やばい。どこかで充電しないと。充電のいらない電話とかいつか発明されないかな。とっておきの電話があるぜ。え？糸電話だ。それ本気で言ってる？本気ではないです、すいません。嘘嘘、私糸電話ってやったことないの。面白い？まあ案外面白いかもな。声がでかいと糸が震えるんだ。お、バイブレーション付きじゃん。今度やってみよう。やる気だな。じゃあ糸と紙コップを探しに行きますかね。よっしゃIt's not a show, shit. You'll regret it. 戦闘準備完了。私の出番ね。ビビってんのか。はあ、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 おお、俺たちの絆、調子がいいぜ。相手してあげる。調子が出てきたな。地域が乗らないな。ガンガン行くぜ。行くぜ行くぜ。また成長しちゃった。よし。あじもめん。ラジャービ。だかも、たぶん。
ちょっと休んでいこうぜ。ハロー。どうした？はーい。おお。あ。へえ。アロハ。Thank you。 いらっしゃい。やってるな。ああ、先にいただいてるぜ。ハワイの酒もなかなか悪くねえな。そいつはよかった。お気に召したようで何よりだ。いや、なんか不思議な感じだよな。こんなリゾートで足立さんと飲んでるなんてよ。言えてるな。せいぜい田舎者だと思われねえように気をつけねえと。しかしお前はなんか随分ハワイに馴染んでるな。いや、なんか溶け込みすぎてねえか。お、そうかい。俺もそんな気してたんだけど、この髪型とか結構ハワイにマッチしてるよな。うん、そうらしいな。うん、じゃあせっかくだし俺もちょっとイメチェンしてみるか。へえ、足立さんがイメチェンね。足立さんは今のままの方がいいよ。全然悪くねえんだから、どこも変える必要ねえって。おお、なんだよ、やっぱりそうか。変わらないものへの安心感ってのもあるからな。俺の中じゃ足立さんがまさにそれよ。相変わらず嬉しいこと言ってくれるじゃねえか、お前ってやつはよ。それにしてもよ、こうしてると偉人町での日々が随分昔のことみたいだぜ。ハロワをクビになるわ、ネットで炎上するわ、いろいろあったよな。うん、お互い苦労して築き上げてきたもんがあっという間にパーになっちまった。足立さんの会社まで巻き込んじまったな。本当にもう何回謝っても謝りきれねえ。いや、だからよせってんだよ。お前が謝ることなんて何にもなかったじゃねえか。それに俺の会社ったってちょいと社長気分を味わってみたかっただけでね。そういう割に結構計画的にやってたろ。会社の方針とかなんか迷いがない感じだったぜ。迷いはそうだな、確かになかったか。はん？元刑事としての経験を生かしたかったんでな。警察じゃできねえ、民間ならやれる仕事もある。事件が起きる前にそいつを防ぐってな、これからまだまだ伸びてく分野だ。この老骨も世のため人のためにもう少しお役に立ってみせようと思ってた。それがやっとこさ軌道に乗って、なんならビジネスを次の段階に進めるかなんて言ってたのに。コンサル警備のグループ企業が目標っつってな。だがもう済んだことだ、忘れたよ。てめえがつまずいた石をほじくり返してるより
立ち上がって前に歩き出す方がいい。さすが年の子、いいこと言うな。ねえ、ちょいとカッコつけすぎちまったか。それは多少は引きずってるよ。だがハワイに来てお前を手伝ってる間は俺もくよくよ考えずに済む。改めて足立さんが来てくれて心強いよ。難波と一緒に駆けつけてきてくれた時はもう本当にありがたかった。今の俺をそんな風に言ってくれるのはお前くらいのもんだ。お前を手伝うことで俺も毎日に張りがある。持ちつ持たれつだよ。そっか。となると、ん、まだしばらくお互いに支え合う必要があるな。俺ら当面は俺が助けてもらってるけど。気にすんな、今度倍にして返してもらうからよ。望むとこだ。やっぱうめえな、ハワイで飲む酒は格別じゃねえか。あんま飲みすぎんなよ。ここはサバイバーと違ってツケが効かねえんだから。大丈夫だって、もうマスターとも通過の仲よな。あマスター。ええ、ごゆっくりどうぞ足立さん。あれなんだよ、もうすっかり馴染んでんじゃねえか。へへ、飲み屋にスッと溶け込むのも刑事時代に培った能力の一つだ。なるほど、器用な子って。さすがは年の子、勉強になります。よし、もう一杯行くか。気分がいいからおごってやるよ。お、じゃあマスター、この店で一番高い酒を頼む。あ、待った、それを頼むんだったら出世払いだ。俺の次の事業が成功したら出してやるよ。ごめんマスター、やっぱ今飲んでるやつのおかわりくれる？おい、ん、ごめん。Roger that. Thank you.
おばちゃん、どこまで行くんだい。すっかり夜だぜ。わかったよ。ちょいと寝るから、着いたら教えてくれよ。着いたよ。は？おばさま、着いたってどういうことですか？海のど真ん中じゃねえかよ。俺、さっきからトイレ行きてんだけど。大の大人が騒ぐんじゃないよ。ほら、来たよ。クルーザーか。こっちへ来るぞ。あんた。おう。今、世界で信用できるのはあんたたちだけだ。だからここへ連れてきた。これは私にとっても賭けだ。よくわかんねえが、その賭けはきっと勝つぜ。任せとけ。そうかい。おい、いい加減どういうことか教えろよ。木を隠すなら森の中けど、ハワイじゃ大事なものは海に隠すに限るんだよ。まさか。ラニちゃん。アカネさん。ええ、はじめましてになるのかな、春日一番さん。なるほどな、海の上が隠れ家だったか。ブライスが血眼で町中探したって見つからねえわけだ。それにまさかあんたがばあさんかくまってたとはな。ばあさんって言うんじゃないよ。この人にはパレカナのボランティアで随分と世話になってた。話すと長くなるから、事の経緯は後で本人から聞いとくれ。で、このガキがブライスの本当のお目当てか。ほら、ご挨拶しましょう。はじめまして、ラニと言います。俺はカスガってんだ。カスガ一番だ。よろしくな、ラニちゃんよ。よろしくお願いします。それにあなたがアカネさんですね。ええ、改めまして岸田アカネと言います。私とこの子のために
随分と危険な目に遭わせてしまってごめんなさい。ええ、俺らが勝手にやったことですから。おい、どうかお気になさらず。それに春日のお母様だってんなら嫌でも協力させてもらいますよ。こいつとはそれなりの付き合いになりますんで。ごめんなさいね、今さら出てきて母親だなんて言われても困っちゃうでしょ。そうっすね、正直まだあんまりピンときてないです。そもそも本当にそうなのかってところから。気にしないで、それが当たり前の反応だから。沢城さんに無理を言ってまであなたに一目会いたかったのは本当に私のわがままだから。でも来てくれてありがとう、本当に嬉しい。いや、そんな、なんか照れるな。でも茜さん、茜さんのままでいいですか？もちろん。俺も聞きたいことがいっぱいあるけど、まずは安全を確保しましょう。それが最優先だ。だな。丘に上がっちまった以上、いつブライスに感づかれるかわからねえ。なあラニ、日本ってとこに行ったことはあるかい？うん。そっか、なら茜さんと一緒に行ってみねえか。ここほどあったかくはねえけど飯はうまいぜ。行けば茜が安心できる。ああ、茜さんも安心できるし、何も、もう隠れなくてよくなる。ええ、日本もいいところよ。じゃあ行く。よっしゃ、じゃあ急がねえとな。あのよ、俺たちには大道寺っていう強い味方がいるんだ。そいつらが手貸してくれる。大道寺？ああ、そいつらなら茜さんもラニも日本へひとっ飛びだい。任せてもらえますか、茜さん。もちろん、私もキヨさんももう隠れ続けるのが厳しいと思ってたの。どうかよろしくお願いします。キヨさん？私だよ。おっと、素敵なお名前だったんですね。もっと早く伺っておけばよかった。そうだろう。じゃあちょいと連絡するんで待っててください。花輪だな。ああ、ハワイを脱出する方法を用意してもらえねえか話してみる。こればかりは大道寺一派の力を借りねえとな。千歳、どうかしたか？あ、いや別に何でもない。ああ、そういうことだ。今から二人をそっちに連れてく。花輪んとこまでの足がいる。車出してもらえねえか。脱出の目処がつくまでは大道寺のセーフハウスで茜さんたちをかくまうのが良さそうだ。防弾仕様のごついの貸してやるよ。ドライバーもプロ並みのがいる。わしんことですわ。言ってなかったですが、昔は銀行強盗の逃がし屋もやっとったぐらいで。言ってなかったが、こっちは元刑事だ。それはそれは。なら今な、お互いもう済んだ話っちゅうことにしときましょうや。ふふ、お主も悪いよな。
消え。あの、茜さん、今のうちに聞かせてもらえますか。なんであなたとラニが追われてるのか。多分これのせいだと思う。これ、ラニ、見せてあげて。え、大丈夫、春日さんたちはラニを守ってくれる。ペンダントですか。これパレカナのマークですよね。ええ、なんか見たことあるな。あ、確かブライスが似たようなのつけてた気が。カロンとかデイナとかパレカナの人たちと服装もネックレスも同じなのに、そこだけ違うからなんか特別感あったんだよな。これはね、パレカナの代表である証なの。教団が生まれてからずっと代々受け継がれてきたと言われていて、私たちにとってはとても神聖な唯一無二のもの。唯一無二ですか。でもそれじゃあ。ええ、そこが問題なの。まず私がラニと出会った時の話からしましょうか。もう半月くらい前になるかしら。その夜、もう日をまたごうっていう時間だった。施設に大人は私だけで、子供たちは寝静まっていた。私は書類仕事が残っていたから、それを片付けていたの。そんな時間まで。施設の所長さんってのは大変なんすね。ありがとう。でもやりがいのあるいい仕事よ。それで仕事をしていたら玄関のドアを叩く音がしてね。で、そこにいたのがラニだった。私も長年あの施設にいるけれど、こんな小さい子が真夜中に訪れることは初めて。それもたった一人で。ラニはどうして茜さんのところに来たんだい。私、お母さんもお父さんもいなくて、ずっとおばあちゃん家にいたの。
でもおばあちゃんが病気になっちゃって病院に入ったんだけど、もう元気になるのは無理なんだって。そうだったのか。おばあちゃんはもうすぐお別れだから、私が一人になっても大丈夫なようにって、このペンダントと手紙をくれたの。この二つを持ってホノルルシティにあるバレカナの施設に行きなさいって。そのペンダントと手紙？手紙というより遺言状ね。それもラニのおばあ様のものではなくて、今から70年以上前、当時のパレカナの代表が書いた遺言状。話が入り組んできたな。どういうことです、アカネさん。遺言状にはこう書かれていた。もし自分の死後パレカナ代表にプライス・フェアチャイルドが就任した場合、不正な経緯があったものとみなし、これを認めない。え、正当な代表はミリラニ家の者から教団幹部の投票制で選出することとする。選出された者に対し代表の証としてこの紋章を託す。ああ、ミリラニ家っていうのはラニの家系。ラニにこの遺言状を見せてもらった時、私はにわかにはこれが本物だとは信じられなかった。そりゃそうですよ。その時のプライスはまだ真っ当な人間に見えてたでしょうし、この遺言が本物とは誰だってなかなか思えねえ。だから私はしてはいけないミスを犯した。ブライスにこのことを連絡してしまったの。ああ、それも無理ないですって。いくらなんでも茜さん一人で処分していい話じゃねえし、何かの間違いだってことをブライスに直接確認するのは真っ当な手順ですよ。ありがとう。でもそれが最悪な結果を招いてしまった。私はラニにご飯を用意してすぐにブライスに電話をかけた。真夜中だというのにブライスはすぐこちらに向かうと言った。その時も少し嫌な予感はしていたのかもしれない。ブライスはいつもと変わらない様子だった。でもペンダントと遺言状を確認すると、銃を取り出して何に向けたの。私はこの子を連れてとっさに逃げ出した。でもすぐにブライスは追っ手を差し向けてきて、本当に怖かった。見知ったパレカナの仲間たちが人が変わったみたいに私たちを襲ってきて、なんとかナイトスクエアのキヨさんのところに転がり込むことしかできなかった。うちの島に隠れてたってのに、俺はあっちこっち探し回ってたわけだ。こりゃメンツ丸つぶれだ。そうでもねえ、あんたがブライスと組んでねえからナイトスクエアが比較的手薄だったんだよ。あれ、じゃあデイナたちが言ってた茜さんの書き置きってのは。筆跡の偽造屋なんて奴の手駒に当然抱えてんだろう。だよな。それに事件性なしって結論出した警察もブライスの身内かもな。それにしてもブライスの態度が遺言状が本物だってことを証明しちまったってわけかい。あいつ一人で来たんすか。ええ、部下にも知られたくなかったか。ハワイ中のギャングを総動員してることといい、あいつ相当必死みたいだな。でも茜さん、遺言状の内容が本当だってんなら不正な経緯ってのは何なんですかね。当時のパレカナ代表は
夫婦で強盗に遭って亡くなったと聞いてた。ブライスは生前代表からペンダントを託されていたから次期代表に就任したって。もしそれが不正な経緯というのなら、強盗はブライスの仕業ってことになるか。遺書の内容からして当時の代表はブライスのうさんくささを見抜いてたんだな。ってことはこっちのペンダントが本物で、ブライスが持ってるのはおそらく偽造品。当時の代表がブライスに奪われることを恐れてすり替えておいたのかもしれない。多分その線で間違いないでしょうね。なるほどな。ブライスが二人に血眼になってる理由がようやく分かった。でもなんでミリラニ家でしたっけ。ラニの家はこのことを今まで隠してたんでしょうね。きっと今回みたいなことになると分かっていたんでしょうね。ことを暴露したらブライスがどんな手に出るか分からない。確かに。おそらくミリラニ家はその後パレカナから距離を取った。ラニのおばあ様もパレカナとは無関係で、ペンダントと遺書の重要さも分かっていなかったみたい。ただパレカナからミリラニ家に便宜を図ってくれるかもしれないものとしてしか認識してなかったと思う。なのにラニが正当なパレカナの代表候補ってことになるのか。この子にそんなものは背負わせられない。パレカナとは無縁で生きてきたんだし、こんな年齢で背負うにはあまりにも大きすぎるから。そうですね。大丈夫だからな。ラニのことは俺たち大人が守るからよ。大人か。45年だものね。あの時のマスミさんよりもあなたの方がずっと年上ね。もうおっさんもいいとこで申し訳ないっす。こっちだっておばあちゃんよ。でもずっと会いたかった。でも抱っこするにはちょっと大きすぎるかしらね。腰やっちゃいますね。俺にとって茜さんは母ちゃんっていうよりおやさんの惚れた人なんすよね。ん？産んだばかりの赤ん坊を抱えて走り回って命がけで守りきった強い人、ずっとすげえと思ってました。急に命を狙われることになって必死に逃げてただけよ。あなたをロッカーに隠した時はもうほとんど自分のことを諦めてた。でも茜さんは今も同じことをしてますよ。あの時と同じ。そうかもしれない。懲りない人間なのね私。いえ、昔親さんが言ってました。こいつとなら所帯持ってもいいと思った人は一人だけだって。まだお会いしてそんなですけど、すげえわかります。ありがとうね、すごく嬉しい。時間じゃねえぞ。もちろん命に代えても無事に送り届けますき。ここでいい。大道寺のセーフハウスはこの奥だ。まだ降りるなよ鉄。大丈夫です、一っ子一人いません。サージ、こっちも OK です。親父、よし降りろ、俺らもすぐ離れる。
恩に着る病。極道門がその年で親孝行できるなんてよ、お前はついてる。ああ、俺だ、春日だ。専用機は手配できました。部下たちで発進準備中です。30分したらここを出ます。それまで少しだけ休めますよ。やるな、さすがは日本の悪の組織。違います、影の権力者ですね。大して印象変わんねえけどな。ようこそ、よくご無事で。そしてあなたが茜さんですね。え、我々はずっとあなたを探していました。なぜ探していたかは私よりも上の者しか知らないのですがね。なっ、ちょっと、花輪さん、そんな話したらかえって不安になっちまうだろうがよ。さあどうぞ。何ですか千歳さん。今誰かに電話しようとしてなかった？してませんけど。なんだよ、どうしたんだじいちゃん。本当ですよ、急にどうしたって言うんですか千歳さん。スマホ返してもらえますか？千歳さん。お、じいちゃん。この人はね、一番外にいる仲間に連絡する気なんだよ。茜さんとラニを見つけたって。は？ごめんねみんな、私はずっとこいつに脅されて逆らえずにいたの。ダメだ、なんか全然わからねえよ。ちーちゃんがエイちゃんに脅されてるって何をだ。よくわからないのは私もです。千歳さんはこの間会ったばかりの人らしい。何すんだい。この人の足はちゃんと動く、車椅子なんて必要ない。一番には昔車椅子の友達がいたんだよね、荒川雅人っていう。思い入れの強い人だったんでしょう。その人との思い出につけ入るためにこの車椅子は小道具として使われたんだよ。おいおい待てよ、それじゃあエイジは普通に立てるし歩けるってことか。いや、そんなことは。俺振りかどうかくらいわかる。エイちゃんの足は間違いなく。エイちゃん。よかった、やっぱりうまくいってたんだ。は？リドカインって薬があってね、俺はそれで足に局所麻酔をかけてたんだよ。正直そこまでやる必要あるかなって思ってたんだけど。どうやら海老名さんの言う通りだったな。海老名？そりゃ清流会の海老名のことか。そうそう。お前は誰だ。
ないと。全部バレた。この場所も、アカネさんとラニがここにいることも。残念だよ、富士宮千歳。お前はやっぱり俺たちを裏切ってたんだ。それが何を意味するか、前に忠告したはずなんだけど。エイちゃん、お前。一番、ここはもうダメ。すぐに逃げないと。てめえら、なんだお前ら。ラニ、アカネさん、ラニ。戦闘準備完了。私の出番ね。何？来ないの？うそ。いつでもどうぞ。レッツゴー。もらった。ぶちかます。行くぜ、みんな。おお、俺たちの絆出てやるよ。ぶっ飛べ。調子が出てきたな。よっで。全力で行くよ。調子がいいぜ。おおらよっと。これで強すぎだろ。吸収が早いのよね。これが俺の心。みんな大丈夫か？気を失っちゃいるが大丈夫だ。こっちはダメだった。花輪さんもボンもやられちまった。死んでる。なんてこった。そんな。ごめんなさい。
ごめんなさい。連れてかれちまってすみません、全部俺のせいです。